ビスホスホネート系薬剤関連学骨絵師はビスホスホネート系薬剤を投与している患者に発生する特徴的な学骨絵師であり同薬剤長期投与による骨代謝抑制に起因する遺伝性疾患である歯科治療に関連する合併症として発症、健在化することが多く抜歯などの口腔外科手術や歯周外科手術、歯内治療、歯周治療後に 総称治癒が正常に機能しないことにより発生する。同様のことがデノスマブでも発症する。学骨の広範な骨絵師もしくは細菌感染症は、抗生物質の普及した時期以降は放射線治療、化学療法を受けている悪性腫瘍の患者や腫瘍や感染性の側線を持つ患者などに散見される稀な病態であった。2003年。 ビスホスホネートの静脈注射を行っている患者の骨へ死のリスクの増大が報告された。以降、ビスホスホネート契約罪による顎骨へしは医療上の問題となっている。多くの場合、単眼患者に対する高用量静脈内投与で発生しているが、蛍光製剤でも数は少ないが発症が認められている。日本では蛍光製剤の内服による 同症状を訴える人の割合が多いが、これは注射用製剤との認可の日の差からではないかと考えられており、今後は注射用製剤による患者が増えてくるのではないかとされている。症例の増加により、アメリカが州国食品医薬品局は警告を発表、2008年に厚生労働省医薬食品局安全対策課も添付文書改定を支持すると。 各国の行政からも警告がなされている。現在までのところその発生基準はいくつかの説があるのみであり、診断基準についても国際的な統一見解はない。最近感染の関与が重要視され、すべての歯科領域の侵襲的処置の前に、抗生剤の使用を行うべきかもしれないとの考えもある。この発症起点は、学骨の生理的なリモデリング速度や、 局所的な細菌感染病態の特徴と関連していると仮説されている。ビスホスホネート形成剤の投与による強い破骨細胞の抑止機能は全身のあらゆる骨で代謝の抑制を引き起こすが、ビスホスホネートは代謝に伴って骨に沈殿されるので、骨内ビスホスホネートの濃度はもともと代謝の活発な骨部位においてはさらに選択的に上昇する。 学骨取り分け死が指示組織である死相特起部は常に接触に伴う強力な咀嚼圧にさらされる部位でありこのため死相部の骨リモデリング速度は全身骨平均の10倍程度に及ぶと推計されているこの高い骨代謝速度によってビスホス骨ネート剤は選択的に死相部に沈着し死が死臭感染症に対する感染防御起点の一部を なしている骨吸収プロセスを阻害する。また、この子想骨は、解剖的には、薄い歯肉粘膜を介するのみで、極めて常在細菌層に富む、口腔内に近接しており、常に細菌感染にさらされうる部位であることが、この部位に、ビスホスホネートによる骨感染、骨エシを初発することの原因とされる。マトリックスメタロプロテーナーゼには、骨の異常と、 心房細動の両方というビスホスホネートの他の副作用に関わることが判明している唯一つの遺伝子なのでビスホスホネート系薬剤関連学骨絵氏への関与が疑われる遺伝子とされているビスホスホネート系薬剤関連学骨絵氏の診断基準の一つはアメリカ高校学顔面外科学会の定める次の3つの評価基準をすべて満たすというものである 骨の露出の8週間以上の継続、頭頸部への放射線治療の起用がないこと、ビスホスホネート製剤の治療の経験があること。この診断基準が現在一般的なものとなっているが、ビスホスホネートとの関連が疑われる、骨露出が認められない症例も存在することから、検討が必要であるとの意見もある。他にも欧州骨訴訟症 WG では、次のようになっている。 骨露出が上下やどちらか内視両方に見られる。8週間以上の持続。顎骨への放射線治療の起用や顎骨への悪性腫瘍の転移がないもの。二次感染による病変部の疼痛や主張が多くの場合見られるが、感染等がない場合、骨の露出以外に症状がない場合もある。進行により、蛇骨の高校内への露出部位が不骨を形成する。 こともある。この他、肺脳や、近く麻痺、歯の脱落、発熱、倦怠感等が見られることもある。頭部からの感染が原因で、敗血症になった症例の報告もある。現在のところ、有効な治療法は確立されておらず、2007年には、アメリカ高校学顔面外科学会が、治療方法のガイドラインにて、患者教育や、経験に基づく、 保存的治療を推奨し、外科的な処置は分離した不骨の除去等が行われるほか、一部の重症例では、飽骨の切除が有効としている。一方で、旧薬後の外科的な処置が治療として有効であるとする報告もあり、結論は出ていない。他の飽骨絵師とメカニズムが異なるため、クリンダマイシンや高圧酸素療法の適用はないとされるが、高圧酸素療法については、 その有効性を示唆する報告も出ており、補助療法として用いられるなど、評価が分かれている。2008年には、確実に予防する方法はないとする報告がなされたが、その後の症例の蓄積により、歯科領域の侵襲的治療前の休薬によって予防できるとされた。ビスフォスフォネートの投与期間が3年未満の症例では、休薬の必要がないとされる。 また骨形成不全症の小児科患者には本疾患は発生しないので休薬は必要とされない。投与期間が3年を超えた場合は、処置後の傷が高校粘膜に被覆されるまでの2から3週間程度の休薬か、完全に骨損傷が修復される3ヶ月程度の休薬が必要とされるというものである。しかし、それらの報告は、 症例数が少ない論文で信憑性が低く、またその後これらの旧薬によっても、ガッコ骨エシは減少しないという報告もあり、ビスフォスフォネートの旧薬の効果については疑問視されている。むしろ骨粗症症治療が中断されることによる骨折リスクの上昇の方が深刻であり、リスクベネフィットの鑑定により、稀にしか発生しないビスフォスフォネート系薬剤関連ガッコ骨エシより、 はるかに高い頻度で発生する骨粗症症関連骨折の方を重要視すべきであるとされている。2016年のポジションペーパーでは骨折リスクの高い患者やん患者ではビスフォスフォネートを急薬せずに歯科治療を行うべきであるとされている。高校内の清潔保持や歯科治療前の抗生剤の投与により発症のリスクを低下させることができるとの研究がある。 2016年のポジションペーパーでも感染対策が極めて重要かつ有効であるという主張に変わっており、歯科領域の侵襲的治療の前には患者への口腔内清掃指導とともに、歯石、思想の往路、残念、不適合な疑心、不職場、陰霊など感染リスクとなるものを可能な限り除去することが推奨されている。また処置後は骨断端を平滑に処理し、 術装は骨膜を含めた高校粘膜で被覆閉鎖するとされている。ビスホス骨ホートの静脈注射を行っている患者の骨へシのリスクの増大が最初に報告されたのは2003年である。発売元のノバルティスは動物実験や臨床研究において発生しなかったことから、その原因は骨へシの患者が受けていた化学療法剤であるとし、 因果関係を強く否定したが、2005年のアメリカ高校学顔面、外科学会年次総会において、臨床試験においてそもそも高校内審査を行っておらず、観察項目に入れていなかっただけで、高校内骨露出を訴えていた患者がいたにも、かかわらず追跡を行っていなかったことが明らかとなった。報告の増加の結果、アメリカ合衆国食品医薬品局は2005年に、 すべてのビスホスホネート製剤の合併症について警告を発表、厚生労働省医薬食品局安全対策課も2006年10月に添付文書改定を指示した。アメリカ合衆国の調査では、アメリカ合衆国で蛍光ビスホスホネート製剤を使用した患者は2006年には3000万人いるにも、かかわらず全体の10%未満の患者のみが、 蛍光ビスホスホネート製剤の内服患者で大部分は静脈内投与の患者であった。がん治療にゾレドロン酸の静脈内投与を行っている患者の約20%蛍光ビスホスホネート製剤内服者の0から0.04%で骨絵死が起こると推測している報告がある。アメリカ高校学顔面外科学会が発行した。 アップデーテッド2009ブロンジポジションペーパーによれば、ビスホスホネートの強度及び暴露期間はともに、ビスホスホネート系薬剤関連学骨へし発症のリスクとリンクしている。これまで、頭蓋骨以外でビスホスホネート製剤関連の副作用は、報告がなく、下学骨に発症するケースが上顎骨の場合に比べ、2倍程度多い。 骨形性不全症の症疑へのビスホスホネートの使用例では発生の報告はない。日本高校外科学会が2006年に行った全国調査で30例、2007年の発売、元製薬会社の調査で約100例、日本高校外科学会が2008年6月に行った調査では580例が確認されている。各種雑誌、学術集会においても、 本疾患についての解説、症例報告、調査や取り組みの報告等が続いており、患者の急増と治療法の未確立を示している。厚生労働省医薬食品局安全対策課は2006年10月に添付文書改定を指示、2008年には重要な基本的注意、重要な副作用に本疾患が記載された。日本の調査では、 蛍光ビスホスホネート製剤が原因での患者が欧米の調査よりも多いことが示されている。原因については薬の承認の時期の違いや保険適用の関係ではないかと考えられている。ビスホスホネート系薬剤の使用の急増に伴い、歯科治療における最も重大な問題点の一つとなっており、日本高校外科学会、日本有病者歯科医療学会など多くの学会が 本疾患の調査を続けており、すでに日本骨疎症症学会、日本骨代謝学会を中心とし、日本腫瘍病学会、日本歯科放射線学会、日本高校外科学会が加わる BB 関連学骨絵師検討委員会が立ち上がっており、ガイドラインやポジションペーパーが発表されている。2003年に世界で最初の症例が報告されて以降、 本疾患の調査が進められている。マークラが2005年に119例、アメリカ学顔面病理学会が2006年に368例の調査を報告している。食品医薬品局は2005年にすべてのビスホスホネート製剤の合併症について警告を発表した。ありがとうございます。